2つ目のテーマ、それでは司会を代わって岸先生お願いします。はい、じゃあちょっと前半のところですね、私は日本循環器学会の COVID-19 対策特命チームの副委員長しているので、少しちょっと1分間ぐらいちょっと追加のコメントなんですけど、実はうちのその学会の委員会でもですね、実は木刀の状況っていうところで、実は僕たちかなりこう肝を冷やしたっていうのは実は正直なところです。木刀で起こってしまったっていうのが実はびっくりしたんですね。で、木刀にもアンケートを依頼しましたけど、実は全国レベルでアンケートを循環器の関連病院にアンケートを取ったらですね、意外とその循環器の病棟、あるいは循環器科ががっつりここまで新型コロナに対策を取らざるを得なかったという病院って実はですね、そんなにないんですよ。実は。だから僕たちとしては、木刀で起こったっていうことは、これはもしかしたら一歩間違ったら4月、5月、これ全国で大変なことになるぞっていう意味で、実は僕らの中でですね、すごくこう気合を入れさせられた事態が実は木刀の一件だったんですね。で、実は先月末に日本循環学会でもさっきの休館できた時にどうしますかっていう話のところ、実は我々も提言を出してるんですけど、基本はですね、もう陽性かどうかはもうわからない、来た人は。なので、前例に対してきっちりちゃんとやるべき感染対策をやった上でやりましょうと。で、それができないんだったら、ちょっともうその治療は止めるなり延期するなり、もうちょっと残念ながらせざるを得ないっていう提言をやっぱり出した、ある意味きっかけがやっぱり木刀の意見だったんですよね。だから、この他に木刀で起こったこと、結局振り返りも含めてですね、これ、さっき後藤さんも言われたように、これ全ての病院が、本当はもちろん病院ごとにこう役割分担できればいいんですけど、じゃあ僕がいる、ね、福岡の南の田舎の高木病院とか、木刀と一緒で、もうその地域全部そこに行きますから、それはもう無理なんですよね。だからやっぱり当たり前にできることをきっちりできるようにならないといけないなっていうのを本当に思ったのが、本当に木刀の一件だったというところで、じゃあパート2に行きましょうか。はい。じゃあ医療現場 Q&A。参加者からの質問にお答えしますということでですね、何回か前かもね、同じようなテーマで、まあ、大盛り上がりになってしまったんですね。まあ、大盛り上がりになる予感、ビンビンでございますが、今すでにチャットの方でもですね、随分、今質問がこう、もうどんどん上がってきてますので、まあ、ちょっと一件一件ちょっと追っかけていきましょうかね。はい。ですね、熊先生からです。これそうなんですよね。読みますね。高齢者施設での重症者死亡率が高いことが第2波の課題。本当にそうだと思いますね。病院に比べて、このような施設で、それこそ物品も足りません。スタッフも多分そういう意味での、まあ、教育というかスキルというのは十分ではないと思うんですね。そういうところでどのような対応が必要でしょうかと。これはですね、確かに今回のパンデミックでもそうでしたけど、今年の秋冬、絶対この問題出てきます。さあ、これ、後藤さん、いかがでしょこれはですね、僕も実は早速、昨日ですかね、火曜日なので、火曜日、水曜日の午前か、昨日なんですよね。僕、実は在宅診療だったりとか、こういうような施設だったりとかを少しお手伝いに午前中回ってるんですけど、その中で一つ急務なのは、おそらく介護職の方たちに、この感染対策のことですよね。これを理解していただくことが絶対的に必要だと思ってます。で、これなぜかっていうと、例えばビニールのエプロンや使い捨てのですね、そのエプロンとか手袋ですね、これ実はずっとできるだけ長くつけてらっしゃる方がいるんですよ。これって多分ご自身を守られる意味ではずっとつけてたいっていうのはよくわかるんですよね。ただそれをつけてることで、他の人に伝播をしてる、いわゆる感染を広げてしまっているっていう考え方は、なかなかできていないんですよ。なので、その知識があれば、細かく変えられることっていうのがきっとあるはずなんですけど、こういうところがなくなってしまっているんですよね。なので、これ、やっぱりこの、そのの、まあ、そののっていうかですね、やっぱりその高齢者介護施設だったりとか、そのデイサービスの人たちってなると、例えば地域のボランティアの方とか、いろんな方がいらっしゃると思うんですよね。なので、まあ、今回のその、まあ、コロナウイルスのこの、まあ、騒ぎになったことから、きっとですね、もう教育っていうのは絶対的に、まあ、推し進めていかないといけないと思うんですね。これが多分、例えば自治体だったりとか、そういうところも含めてそうでしょうし、
この、まあ、介護っていうことも含めてですね、今やっぱり高齢社会ですから、こういう部分をですね、正しくケアしないと、まあ、その2波も大きくなってしまう可能性もありますし、今いろんな予測でものが言われてるんですけど、僕らってこの準備をしなきゃいけないんですよね。仮に2波が来なかったとしてもやらなきゃいけないこと一緒なんですよね。冬にはどうせまたインフルエンザ来ますから、これに対しても同じケアがやっぱり必要なので、今のうちにやっぱりその例えばじゃあ物資が足らないなら、足らないなりの例えば手洗いだったりとか、そういう部分とかの徹底だったりとか、場合によっては利用者さん側ですよね、こちらの方にも徹底しなきゃいけないことってきっと出てくると思うんですよ。なので現場レベルでもう一回自分たちがやってることをですね、一回見直してほしいなっていうのはありますね。いや本当そうなんですよ。これさっきの話の続きになるんですけど、まあ、いろんな学会が今結局そのアンケート、いろんな施設、まあ、会員に向けていろんな結局どこの地域でどのレベルの病院でどういうことが結局 どの時期にどう困ったっていう今アンケートを今いろんな学会取ってるんですね。で日本循環学会もいろんなものを取っていて、これをもうきっちり論文という形で公開していくんですけど、正直取ってみるとですね、やっぱりいろんなところでですね、今回を機にその病院の体制そのものの問題点がちょっと見えたっていうところがすごく感じるんですよ。やっぱり物の配置にしてもそうですし、いろんなことも本当そうですし、実はその物のこう配置分布にしてもすごく実は不均衡だったところっていうところがすごく問題、特にちょっと田舎の方になってくるとやっぱそうなんですね。だからこれさっき後藤さんが言ったように、次秋から冬にもそうですし、これ多分もう毎年多分同じことになるので、これやっぱりですね、これを機にちょっと病院の物人の分布、それから知識ですよね。今回例えば前回の講義ですかね、PP っていう言葉を正直知らなかったっていう医療従事者、正しい使い方を実は把握してないっていうところすごく多かったので、本来それは本当はダメなんですよね。やっぱりちゃんと病院としてはやっぱりしないといけないことだったので、そこを本当この夏、この春に起こったことを全員ちょっともう一回きちっと教育、僕ら自身も勉強して学んで伝えていかないといけないかなって本当思いますね。岸先生、まだそんな質問多くなったんで、僕はちょっと、ちょうど機会なので、岸先生への質問なんですけれども、今先生、医療資源の、分布が、やっぱり偏ってるって話あったじゃないですか。で、この前、我々、このちょうど医療現場の話を始めたのが、この市民公開講座の1回目あたりで、非常に医療職の方がたくさん参加していて、4月末だったんですよね。資源何が足りないですかっていう時に、やっぱりそのマスク系だったり、ガンだったりとか消毒薬系で、で、一つはやっぱり N95 マスク、これやっぱり足りないっていうのは、大竹先生の話もあって、これ現場でやっぱり、大先生すごい感じたことだと思うんですけども、岸先生この前すごい大規模なアンケートされたじゃないですか、医療職に。はいはい。今実際、現場としては何が一番こう足りないっていう、こう、順序というか比率性どんな感じですか。やっぱりですね、はい、N95 はもちろん、正直足りないプラス、今ちょっと使うペースが一時期よりちょっと、まあ、ある意味ちょっと落ちたって言ったらいいんですけど、なので大体ちょっとこう、まあ、なんとかなりそうだっていうところが全国的に見たらですね、もちろん、いろんな東京都内の一部の地域に関してはちょっと十分じゃないですけど、全国的に見たらちょっと良くなってるんですけど、意外と足りないのがですね、普通の手術室でのサージカルガウンがですね、結構足りなくなってきてるんですよね。で、例えば手術のサージカルガウンも今ほとんどディスポでやってますよね。カテ室でもそうですよね。でも、意外とですね、もう布をもう一回作らないといけないっていう状況までちょっと陥りかけてますので、ちょっとここら辺はですね、実はもう一個の学会とか一個の病院レベルで解決できる問題じゃなくて、厚労省も交えてですね、ちょっとそこら辺、例えば、もともと言うとですよ、これちょっとここだけの話ですけど、そもそもどこに何がどれくらいあるっていう一元的なデータベースが実はあまりないんですよ。今回も各病院からうち足りないって言って手を挙げてもらって初めて分かるっていう状況だったので、そういうそのものの全国規模でのちゃんとした再分布、ただ台湾とかそれにきっちり結局できてたんですよね。そこら辺をちょっと日本でもこれ早急にこの年中に作らないといけないという動きがもうすぐに進んでますので、そこをしないといけないですね。後藤先生、今の岸先生のお話をこう受けると、はい、この感染がまあ収まったりとか分布が最適化されてたったんで、5月なんとかしのげたって今回だと思うんですよね。ただやっぱり今後もしこう医療資源で特に N95 マスクだったりとか今出てガウンとか、今度分布がおかしいのか、
絶対量がそもそもどうしようもないか。で、文法問題、岸先生の言った通り、モニタリングして、最適化して、流通の問題かもしれない。あと、絶対量、工場の生産量増やすのかってところなんですけども、また同じような時になった時に、本当にパンデミック化をこうオーバーシュートっていう時に、お粗末なことやっぱり社会としてやりたくないですよね。非常にいろんな企業の人たちと、マーケティング的話するんですけれども、後藤先生から見て、はい、今、絶対量って工場で増産する次に向けて必要あるんですかね。それとも流通の最適化っていうところで、もし次の、なんていうかな、感染の最悪ケースがあった時っていうのも、先生がおっしゃってた適切な医療職の教育と使い方をやれば、必ずしも物資っていうのは今のままでも足りるはずなんですかね。これ、考え方ですね。皆さんが貯金を持ってたいかどうかっていうのをちょっと聞いてみたいです。簡単に言うと、例えばじゃあ何か起きるかもしれないから保険をかける人、何かが起きるかもしれないから、例えばお子さんがいらっしゃる方だったら、これ学校に行くときに私学に通うってなるとお金がかかるなとかっていうことで学資保険をですね使ったりとか、場合によってはですねそういうの積み立てをされているような方、こういうような方で準備が入念ですし、そういうときって何か起きても余裕がありますよね。で、これ貯金を持たない人っていうのは、例えばじゃあ今で言うと現代だったらYouTuber なんて人たちいますけど、1個動画を当てればお金がボンと入ってくるんだったら、そういう貯金を考えるよりも目の前のことを考えた方がいいのかもしれないですけど、流通っていうことで考えるんだったら、例えば一元的にですね、その例えばじゃあ地域のそういうような物品をですね一元的に管理できるような体制になっていれば、確かにそういうことはできるんですけど、これ資本主義社会の中では多分もう難しいと思うんですよ。実際そのいろんなところにやっぱりいろんな工夫を凝らして、それぞれがですね自由競争の中でやってる部分もありますし、医療についてもやっぱりそういう部分があるので、これ物資は逆に言ったら病院側でちゃんと蓄えを持っていて、その蓄えを持っていたとしても病院が潰れないようなそういうようなサポートの体制も必要だと思うんですよね。なので僕はそれと、あともう一つは正しい知識で正しく PPE を使った場合、おそらく持ったりとかするところもきっとあるはずなんですね。過剰な例えば PPE、個人防護具っていうのは過剰であってはダメなんですよ。だから今になってもダスベダーみたいな格好をしてやっていてはダメなんですよね。そのことをこの間お伝えしたので、今だったらその正しい知識がついてきて相手の顔つきが分かってきたので、だん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 このいわゆる物資不足っていうのが解除されてきた部分もあるとは思うんですよね。なのでやっぱりそのじゃあ今回標準化っていうのをしたときに、少なくともやっぱり足りちゃいけないものっていうのをやっぱり各病院がある程度のその貯蓄を持ってというかですねっていうのを、資産をしなきゃいけないですし、その資産をやめてしまっては多分また次同じことが起きると思いますね。いや先生本当そうで、多分ですね、4月前半、実は我々、僕自身もそうだったし、うちの病院もそうだったですけど、確かに過剰にちょっと使ってたんですよね。なので、ただ次の時には、ある意味その適正な使い方っていうところ、本当にきっちりすべての質ができたら、おそらくは今の供給で、ほとんどのものが結構国内だけで生産できてなくて、結構海外から入れてるものがすごくあって、今回、海外からの流通がすごく止まっちゃったので、すごく痛かったんですよ。だからそこら辺はですね、ちょっと例え悪いですけど、トイレットペーパーの時のお騒ぎとちょっと似てる部分もあって、正しく使うと第2波の時にはそこそこ持ちこたえられるんじゃないかっていうところありますね。あと今回ですね、この公開講座がありますけど、例えばうちのグループとかでも正直いろんなところからですね、もう世界中からいろんなものをかき集めてたっていう状況もあって、そうすると実は結構ですねちょっと余ってしまっているところもちょっとあったりとかするんですよ。なので確かにその正しく使うということと、どれくらい使うのかっていうところ、今回全くどこの病院も事前に分からなかったんで、すごく慌ててこう買っちゃったっていうところがあったので、そこはちょっと今後考えないといけないですよね。実は質のチャットでも電池先生から同じようなコメントをねいただいてますけど、本当に各病院のなんかそのなんていうんですかね、こうなんていう そういうルートが多いかどうかみたいな形にちょっと依存してしまってたので、ちょっと考えないといけないですね、ここは。そうですね。なんで岸先生のおっしゃる通りで、じゃあとなると、例えば今回4月に木刀が不足した事態の時に、
一体どれぐらいの備蓄があったら、それをまあこなせたのかっていうのも、やっぱり資産が必要ですし、今こうやって、例えばエアロゾルの感染なんて言われると、これ、もともとはインフルエンザのウイルスの感染症の時の、いわゆる相関患者さん、人工呼吸器につながれる患者さんの時から言われてるような、そういうような、まあ、概念というか、まあ、そういうような、考え方なので、今年の冬、多分これ同じように、インフルエンザの患者さんがたくさん巷にあふれてくると、人工呼吸器の患者さんの周りっていうのは、少なくとも N95 マスクで対応しなきゃいけなくなったりするはずなんですよね。なので、こういうのを予測すると、多分今回のこの新型コロナの騒動っていうのは、多分役に立つんじゃないかなって思うんですね。ですね。はい。なので、これをもとにやっぱり試算すべきですよね、しっかりと。そうですよね。いや、ちょっとこれ多分皆さんも同じこと思ってると思うんですけど、今回すごく例えば前回あったようなフェイスシールドをですね、もしかしたら見られてる方も実際使った方いらっしゃるかもしれませんけど、クリアファイルを無理やり穴開けてメガネに通したりだとか、手作りでいろんなものを作ったりしたり、あとマスクも変な話手作りで作ってたくさん寄付してちょっとこう美談のようになってたところもあるんですけど、よく考えると本来そういう状況になってるっていうことは、確かに医療の供給体制としては実は、ある意味敗北なわけですよね。そうですね。だからやっぱりこれを機に、そういうことがないような体制っていうのを作らないといけないっていうのが、我々医療側のやっぱりちょっと今回突きつけられた現実なので、こんなに簡単に物資が足りなくなるのかっていうのはちょっとびっくりしたところがありますから、そこはちょっとみんなで頑張らないといけないですね、やっぱり。そうですね。さあ、チャットちょっと振り返って、きますと、今日の、ね、僕との話とちょっと違うかもしれませんけど、これ拾いますかね。これはこれ竹内さんあたりにポロッと説明してもらった方がいいのかな、うん、サージカルマスクと家庭用マスクの違い、一見同じに見えるのですが、どこで見分けられるのでしょうか。これはですね、ちょうど第2話ですかね、マスクの実力。2話ですかね。2話ですよね。うん、マスクの実力っていうのでもやらさせていただいたんですけど、一つは、パッケージに、その BFE だとか PFE っていう、いわゆるその細菌の補修率っていうのが数値化されて書いてあること。要は、簡単に言うと、どういう試験をやって、そういうフィルター効果が認められてるかっていうのを具体的に書いてるかどうかっていうのは一つポイントかなと思います。で、前ちょっとお話したんですけど、日本はそもそも規格基準がないので、その BFE とか PFE っていうのを、まあ書いてないってことも全然あってもおかしくないということになります。はい。はい。これも拾いますかね。これ拾いましょうか。あ、でも確かにこれ大事ですね。だいぶいろんな全国あちこちのところで、学校が再開してるっていうところ、僕のいる福岡も今日結構いろんなところに入学式とかあってますけど、学校現場って確かに、保護者に向けて、うちの学校対応してますとかって上から、まあ、示されていますが、どこまで消毒するとかって、これ学校の現場っていうのは確かに、また病院との話は違うので、あれですけど、これ、今日参加されてる方、結構これ、逆にすごい深刻な問題ですよね。これ、学校の対応って今どうなってるんですかね。これ、誰か知りません？結構、現場マターだっていう話は聞いてます。はい。で、もう方々からダイレクトに質問いただいたりとかしてますし、消毒の方法とか、具体性とかもバラバラですね。はい。で、正直、なんか消毒とか、そのプロテクトのことですよね、いわゆるフェイスシールドのこととか、そういうところに目がいってて、実際現場はかなり混乱してるなっていう印象があります。例えば、これって多分おそらく学校の方は、おそらくガイドラインだったりとか、そういうような何か手引きみたいのを待ってるようなふうに思えるんですけど、おそらくそれが具体性に富んだものがなく、多分現場が今混乱してるんだと思うんですよね。多分その学校の教育って多分そういうような上からちゃんと来たものに対して、まあ、それぞれ現場が反応して良かれと思うものを多分反応してやっていくんだと思うんですけど、特に今回手洗いとか消毒に関して、多分ちゃんとした基準を持ってですね、正しく多分、まあ、それが仮にあったとしても伝わってないんだと思うんですよ。例えばじゃあ学校に来たらまずみんな手を洗おうと、
で、場合によっては教室の前にアルコール消毒が置いてあって、でそれをみんな入あのそこでつけてからちゃんと教室には入りましょうね。で、例えばまあそのマスクを正しく使うっていう意味では密な空間になってくるので、じゃあその密な空間になってしまうんだったらマスクを使うっていうのが一つの手なので、じゃあ例えばそのマスクも今だったら配られてるアベノマスクでいいのか、何でもいいからマスクだったらいいのか、そういうとこもちゃんとやっぱり一言記載があればそれで多分済むはずなんですよ。で、今あと困ってるのは授業の内容なんですよね。例えば体育は大丈夫かとか、体育の中のこれは大丈夫かとか、いろいろ具体的なことがですね、まあ、細かいことまでやっぱり質問が来てるんですけど、これが来てるってことはかなり抽象的な内容で、じゃあ学校再開しますっていうことで止まっちゃってるんだと思うんですよね。なので僕が予測するにはそんな感じですかね。情報いただいた限りはそういうふうに思ってますけど、実際どうなんでしょうかね。今日ちらっとガイドラインがなんかちらっと出てたんで、多分まだちょっと読み込んでないですけど、確かに現場マターなんでしょうね。文科省から一応出てますけどね。なんか今日なんかまたさらにもう一個出てますもんね、学校の。そうなんですよね。ただ文科省がこれ出してくれたんですけど、実際そのもうとっくになんかあの緊急事態宣言を解除してたりとか、もともと緊急事態宣言になってないような都道府県ってあるじゃないですか、だからもう学校のこと自体も再開とっくにしてたりとか、そういうようなところもあるので、多分バラバラな対応だったのは間違いないと思いますけどね。そうですね、確かに学校でどうだって話も一回この市民公開講座でも特集してもいいかもしれませんね、学校の状況。まあ、それとあのよく聞かれるのが、学校でその例えばじゃあこれ再開しても大丈夫ですかとか、いろんな不安な声は聞くんですけど、これ今日多分共通して言えることがですね、多分その、まあ、備えるべくして備えて正しい対処をした上で、それでも広がってしまうものだったらもう一回例えば休校とか、そういうことを考えなきゃいけないと思うんですよ。例えばインフルエンザの時の休校って分かりやすいですよね。あれ、学級閉鎖とか学校閉鎖っていうのはあの感染に応じて各学校でバラバラになるじゃないですか。なのでこれはやっぱり再開してみて見てみないことには分からないっていうのが、僕はこれが正しい答えじゃないかなと思うんですね。ただ何もやらずに対応というのはダメなので、例えばじゃあフェイスシールドっておそらく教員の方たちいらないですよね、こんな直接飛沫をダイレクトに浴びることなんてまずないですし、あとは例えばそのウェブだったりとかそういうようなものを使ってですね、うまく例えばリモートで授業されたりとか、その例えばあの時差登校とかそういうような風にやられて、できるだけ密を避けるような風にやってられたりとかするところもあると思うんですよね。なのでそれがまあ、いろんなことを考える上で、まあ、やらなきゃいけないこともありますし、まあ、僕たちから言えるのは多分手洗いと消毒に関しては正しいタイミング正しくやってねっていうのと、環境の消毒っていうのは汚染された場合のみ大事なので、もうあの毎時間毎時間消毒する必要なんて全くないですし、そういうことがもしもあるんだったら、これは多分あのちゃんと誰か専門家が正しく文科省の方にも伝えないとダメじゃないかなっていうのは思います。今あのチャットの方でもいろんなコメントに入ってますけど、確かに、いや僕もあこれいいコメントだなと思ったのが、いや病院ですらこれだけ僕たち迷ったわけですよね。それは学校がそんなにこうきちっとできる、もともとできるはずがないので、ここはちょっとやっぱり、ちょっと状況把握をして、ちゃんと通達していかないといけないんですけど、確かに、うちの近くもそうですけど、なんか時短というか時差通学ですかね、前後で分けてとか、マスクしてますよね、なんか教室に入る前にアルコールスプレーを持った先生がこう待ち込めてるとかですね、体育はマスクなしで OK っていう話もね、まあまあ、そりゃそうでしょうね。岸先生、この学校の入り口のところでアルコールを持った先生待ち構えてるっていうところで言うと、おとといですかね。後藤先生のあの飲食店の、いやいや本当ですよ、あれやっぱね、あれいつもうちら思うことですよね。あれちょっともっと拡散しないといけないですね。今日また共有、誰かあのブラウザで開いてもらったら、後藤先生あたりあの動画を再生できる状況になったら画面奪ってほしい。あれをそうですね、だから本当にあの学校の先生見ていただいて、だから結構なんか適当にこうピッピッってやってピッピッってやってるところって多分ありそうですよね。そうすると、
そうですね、それか、まあ、その学校バージョンをやっぱ作った方がいいんじゃないですかそうね、であすれね。も。いや、これは、いや、こういうとこそ文科省すべきですね。はい。確かいに。や、それもそうですし、まあ、今回多分結構質問いただいてるんで、武田先生からぜひ動画をって言われてましたけど、まあ、ちょっとURL を横につけてもらって、結構な再生回数にもなりつつあるので、また、飲じゃあ、食店の武井や先つ、生だって、僕ね、これ画面共有してるから、僕の方ではちょっとできなくて、誰か、登壇者の誰かがここに URL 貼っつけてくれるとありがそうたいか。そうそでうすよね。なんです。そうなんです。で、さっき学校の先生がアルコールを持って立っている状況っていうのは、学校の先生がかわいそうだと思うんですよ。そのチェックをすればいいだけなので、そのアルコールは台の上に置いてあればいいですし、そのチェックをする人もチェック漏れがないようにするだけでいいので、適任者をそこに1人配置してもらえば十分なんですよね。なので、そういうような人的資源も、もう本当に有効に使っていただきたいなってのは思うんですよ。感染管理において一番大事なところって、根性とか気持ちとか、そういうのってのは、はっきり言ったらいらないんですよね。いや、そうです。いや、それすごい大事な話で、そうなんですよ。じゃないと、続かないんですよね。そうなんですよね。頑張りすぎちゃダメなんですよね。というか、そもそうそでもす。がそうなんです。標準化しないといけないんで、頑張らなくてもそれが出せる状況を、要は平常ですよって言えることを常に続けることじゃないですか。なんで、やっぱりその形を、作らないといけないんで、まあ、本当にアルコールのボトルを持ってですね、そこに立つ先生っていうのは、万が一ですよ、例えば、それで寒い日だったりとか、雨の日にですね、その先生が外で待たれて、例えば濡れたりとかしてですね、その人、風邪ひいたら、それこそその人がまた移してしまうことになりますし、本当にエネルギーを有効的に使っていただきたいですよね。ですね。あと、アルコールアレルギーの人たちいますもんね。そうですね。いや、よく今聞きますね、この話は。これ、ちょっと、あれですよね、子供たちでそのアルコールに対してアレルギーがあるかどうかって分かってない子たちもいるじゃないですか。いや、ですよ、そうですよ。なんで、あと、例えばアトピー性皮膚炎があるような子たちだと、このハンドケアのところってかなり大事ですよね、これ。そうなんですよ。あ、これ、大事なコメントですね。これ、生徒全員に手洗いを徹底させていたら、休み時間だけでは足りないと。確かにそうですよね。確かに。いや、後藤先生、でもこれ徹底するんだったら、やっぱり食事前ですよね、これね。食事前ですし、徹底すべきなんで、休み時間を考えましょああ、なるほど。これ、意識。何回か前か、石鹸の話の時に出た話でもう一回出ましたね。出た。手洗い学校、固形石鹸大丈夫ですかって、これ、なんか、竹内さんの得意持ちネタじゃなかったですか、これ。岸先生、すみません。これね、多分ね、うちらが見えてるこのチャットの画面って、パネリスト宛てに来てて、参加者の皆さんとか、あとの YouTube の方とか見れてないと思うんですよ。それがすごいね、学校関係者の方と父兄の皆様からたくさんコメント 来てて、これ来てますね、これ。それがね、みんなには見えてないと思う、これ。いや、これただあれですよね、石鹸といえば竹内先生なんで、やっぱり成分のこととか細かいことはやっぱり竹内に聞けっていう流れですので、これは。そうですね。接触感染っていう予防のところは第3話でお話しさせていただいて、その時に液体石鹸なのか固形石鹸なのかってお話しさせてもらったまとす思うんでね。すけど、基本的に、固形石鹸使い回していただいて構わないんですが、その保存方法に、注意が必要なのかなと思います。多分学校の場合って結構あれですかね、水道にぶら下がってる感じが多いんですかね。なんか僕の小学校のイメージでそういう風なんですけど。レモン石鹸、ひょっとして、なんか、みかんのネットみたいなの入ってぶら下がってるイメージあるんですけまあでど。もそうなの。僕、あの形ならいいのかなって思うんですけど、そうですよね。多分容器に置いて、そこに液体が溜まって、そこが汚染されるってことがやっぱり懸念されるんで、吊るして置いとくっていうのは一つ、手なのかなっていうふうに、ふと思いましたけど、固形石鹸使い回してもらっても、しっかり、泡立てていただいて、最後流水で洗っていただければもう問題ないと思います。そうですよね、しかもこれ、石鹸が仮になかったとしても、流水での手洗いで、やっぱり一定の時間を、
まあ、しっかりと取ることが大事じゃないですか。これ、ちょっと手洗い動画もこの間、竹内先生と一緒に作ったのもあったので、ひょっとしたらそっちの方の方がいいかもしれませんね、これだと。うん、これ、こうご期待にした方がいいですかね、時間的にもね、これだと。とせっかくなんで、もう最前線の大竹先生に、ぜひ、岸先生から、後藤先生から、竹内先生から、視聴者の市民の方目線でちょっとご質問いただいてもいいかなと。うん、ジョック、いいですか。ちょっとさっきとかぶっちゃうのと、ちょっと市民目線なのかって言われるちょっと疑問なんですけど、物資の話なんですけど、結構 N95 にフォーカスが当たっていろいろお話があったと思うんですけど、一番最初に枯渇した物資って何だったのかっていうのを、今の PPE だけじゃなくて、当院だと人工花とかって、ちょっともう完全に医療向けになっちゃうんですけど、気管挿管するときに、こう、アタッチメントみたいなのがあるんですけど、それがすごい不足したっていうのがありまして、何かそういう、すべての物資の中で特に極端に枯渇が早かったものとか教えていただけるとありがたいです。まず最初に一番ですね、問題になったのはサージカルマスクでした、やっぱり。サージカルマスクの在庫がですね、3月の前半ぐらいだったと思うんですけれども、まあ、その時点で5月までしかないというふうなお達しが来てですね、あと1ヶ月しかないのかという話になりまして、まあ、そこの時点で、医療物資ってこんなに少なくなっているんだという現状をみんな再認識したから、まあ、N95 よりも早くその、話は出ていましたので、やはりサージカルマスクっていうのが一番最初に我々の病院では問題になってましたかね。まあ、その時に1日1倍というような話も出てたぐらいでしたので、まあ、本来のサージカルマスクの使い方とはもちろん異なると思うんですけれども、まあ、そういった形で最初に枯渇したのはサージカルマスクだったかなと記憶してます。ありがとうございます。これ結構大事な質問かなと思うんですけど、後藤さんにですかね、はい、市民目線ですいませんで、いや、すいませんってことで全然なくて、むしろこういう質問を我々待ってるんですけど、食べ物に飛沫がかかっても食事として食べたものは大丈夫なんですかというですね、これ、1回か2回ぐらいになんか討論した気もしますね、これ、はい、一度お願いします、これ。これですね、はっきり言いますけど、わかりません。もう量にもよりますし、加熱されてるかされてないかにもよりますし、それまでの食品が例えばじゃあ生物ですごくそれまでにですね、ウイルスの暴露が多かったりとか、例えばじゃあそのコロナウイルスにかかっちゃった人たちが触ったものが、それが例えば生物で食事をしてしまったりとかしたら、これかかるかもしれないですよね。ただ基本的には自分たちがもう最善のことをやっていたら、こういうもうアクシデントで入ってくるようなものっていうのもしょうがない部分があるので、じゃあ少なくともじゃあ例えば食事をですね、例えば加熱したものをできるだけ食べるようにするとか、最善のことをやってたら、もうこの完璧にそれを抑えるというのは 100% というのはもう無理なので、まあ、なので、ここの部分というのはですね、大丈夫か大丈夫じゃないかと、基本はまず大丈夫ですよ、基本は、その量の問題もあるので、ただ、その細かい、じゃあどこら辺の量だったらどうのっていうのは、これ、免疫の問題とかもあるので、こんなのはもう全然一概には言えないので、じゃあ例えば、家でですね、ご高齢な方がいらっしゃって、じゃあ例えば人が触れたものを機会が多かったりとか、そういうのは生ものですね、要は加熱してないものを食べるとき危ないなって思われるんだったら、最善の努力というのは例えば加熱して、こういう時期はですね、しっかりとそういうような口からも入らないように努力するっていうのは大事かなと思うんですよね。あとはとにかく自分で守る、自分の手や、そういう部分の方がよっぽどそういうことをですね、要はコロナウイルスを一緒に食べてしまう可能性があるので。接触感染の方をより大事に大事にやってていただきたいですよね、これは。はい。結構時間も押してきましたので、これ最後、むちゃくちゃショートに、もうパッと3秒ぐらいで答えて、後藤さんが竹内さんがどっちか答えてください。これ、最後の質問。某アカペラグループが手洗い動画で、石鹸10秒、流水15秒、ん？何回だ？最初の1万分の1？ちょっとごめん、よくわかんない。と歌ってましたが、これ合ってますか？イエス、ノーで。どうですか、これ。うん、合ってますよ、合ってますけど流水で20秒っていうので、まあ、正しく洗えればですよ、例えば流水の中に放り込んだだけだと 99% は消えないと思うんですよね。
正しくスクラブをするんですよね。こすり合わせてこすり合わせて洗った上で石鹸をつけてしっかりと洗えればまあ大丈夫でしょうね。で最初にあくまで流水に入れてちゃんと洗った後で石鹸をつけてさらに洗うと。なのでそういうような順序でやっていただければいいので、多分これ秒数としては30秒近くかかってるじゃないですか、うんうん、なので間違ってるとは言いませんよ。なのでまあいいとは思うんですけど、石鹸が先か流水が先かっていうのにはちょっとエクスキューズ出したいなとは思いますけど。これはじゃあぜひ近日公開の手洗い動画に注目と、うん、なんか今ね、五刀流で言うと間違いってことだったんだかな、僕理解したんですけどね。いや、僕こういう、なんていうんですかね、努力したりとかグレーゾーンっていう部分は、比較的、やらないよりは悪くないっていうことでしょ、そうなんですよ。でもやっぱり正しくしてほしい。証拠取りは、うん、ひょっとしたらこの某アカペラグループが僕たちの手洗い動画を見て変えてくれるかもしれないですからね。あ、そうですね。確かに確かに。そしたら呼びましょう。そうですね、うん。はい、じゃあ時間も結構してきたんで、まあそろそろですかね。隠密の脱会、3密脱会宣言、体調、はい、大丈夫ですか？よろしいですか？はい、大丈夫です、はい。はい。じゃあ本日の3密脱会宣言、よろしくお願いします。はい。まあ振り返りをせよっていうことなんですよね。今、マスメディア等ではですね、まあその今、まあ今後ですね、緊急事態宣言が、まあ、要はなくなってきてですね、まあ、いわゆる僕らが普通の市民生活を戻せる、じゃあその戻し方のことばっかりを言ってるんですけど、今まで僕たちがどういう情報にどういうふうになってきたのか、そして現場の人間たち、今日でも大竹先生来てもらいましたけど、どういうふうに困ったのか、これを振り返りをしてちゃんと覚えてないと、これ次また大変なことが起きるわけなんですよね。これひょっとしたらまた今年の冬に振り回される可能性があるんですよ。もうこんな、まあ、災害だと僕も思ってますけど、この社会に対してですね、いろんな問題振りまいてっていう、この感染症からですね、こういうふうになってしまったことっていうのは、できる限り繰り返したくない。どうしようもないときはもう対応するしかないんですけど、災害なので。なんですけど、まあ、これ、正しく振り返りましょうと。例えば、とあるときにですね、西浦先生が、まあ、80% の人たちが動かなくなれば、感染の方は抑えられますよ、なんていうふうに言ってくれましたよね。で、まあ、場合によってはですね、ロックダウンを提唱されていた、いわゆるみんな家にいてねっていう時に、みんなが言うことを聞かなかったので、何もしなかったらこんな怖いことになりますよみたいなことを言っていただいたんですよ。あれは一定の効果がもちろんあって、西浦先生の予測通りにはいかなく、幸い僕らは感染者数が増えずに助かりました。じゃあ、それって、一つはまず感染者数を増やさないこと、死者を増やさないっていう意味では、すごく大事なことだったんじゃないんですかっていうところなんですよね。今マスコミは取り付く島がなくて、今まで予測が外れた人たちをこれからバッサバッサと切り捨てていくと思うんですよね。これアビガンもそうなんですよ。最近全然アビガンのやつ出てこなくなったですよね。あれも本当にひどいもので、最後まで責任を持って報道してほしい。なので僕たちはその振り返りをしてくれないマスコミに対して、僕たちは正しく振り返りをしましょう。これが言えるんですよね。なので今回大竹先生を読んで東京の現状だったりとかですね、まあそういうのを、まあどうしても皆さんに振り返りをお伝えしたかったのと、今例えば困ってることもそうなんですけど、今まで困ったことも皆さんでもう一回ですね、整理をしてくださいっていうのが僕からのメッセージですね。いや、そうですね、本当に正しく振り返りをせよ。ね、今日も素晴らしい言葉を、ね、後藤隊長からいただきました。最後今日ね、よろそこまで大竹先生ね、参加していただいて、ね、貴重な情報を教えていただいてありがとうございました。ありがとうございます。先生、一応日本循環学会でこの手の仕事をしている僕の前で発表したということなんで、先生に論文の依頼を僕からしますので、ぜひお願いします。はい。それを通じてやっぱり発信するってすごく大事なので、みんなに見てもらいましょう。ぜひ先生の経験したことをですね。はい。じゃあ、そういうことで、もう今日も結局こんな時間になりました。次回予告、ね、来週の火曜日になります。第8話、新型コロナウイルスと検査。さあ、来ましたよ、皆さん、検査。徹底的にやるのか、やらないのか。もう、本当にもう毎日のね、この話、やってましたよね。ちょっと最近そうでもなくなってきますけど、やっぱりこの皆さん気になってるところだと思います。まあ、ちょっとここまで引っ張ってきましたけど、第8話でいよいよここ、きっちり討論しましょう。またね、ゲストが来てくるといいですね。はい。先生。5月の26日。岸先生、はい、
じゃあ、いつも恒例の、最後、次回も参加していただけますでしょうか、アンケートしていいでしょうか。はい、しましょうか。皆さん聞いてみましょう。次回のウェブ市民公開講座。来週の火曜日の夜10時からですね。お会いできますでしょうか。参加されますか。インタクです。参加する。多分参加する。半々かな。いや、もう大丈夫。十分理解したので参加不要。いや、参加してほしいですけどね。はい。じゃあ、絶対参加する。多分参加する。半々かな。いや、もう大丈夫。さあ、皆さんいかがでしょうか。投票お願いします。これ、次回 PCR の話も出てきますから、これ、そうですね。まさかのスペシャルゲストなんていうふうに来たらびっくりですけど、今のところゲストの予定はないですもんね。ですね。はい。いかがですかね。はい、出ましたね。はい。絶対参加する 60%。多分参加する40%、あ、100% になってしまいました。すごいですね。ありがとうございます。皆さん参加です。いや、本当毎回ありがとうございます。で、実際ですね、本当に毎回参加して、ね、いらっしゃってる先生、ね、市民の方もいらっしゃって、本当にありがたい限りでございます。さあ、そういうことでね、11時半になってしまった、本当に皆さん夜遅くまで毎回のお付き合いいただいて、本当にありがとうございます。でも今日もすごく大事な話、ね、討論できましたし、皆さんにも、お伝えできたと思います。ということで、来週火曜日、5月26日、10時。また皆さん会いましょう。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。